では山中沢をギター講座に入りたいと思います。まず使ってる楽器をさらっと紹介します。ギターはフェンダーメキシコサイクロン、うん、で、エフェクターがライン6のディストーションモデラーで、ハイブリッドレインボーは、チューブドライバーというのを使っております。でアンプはフェンダーツインルバーブ、チューニングはこのような感じです。本当はボリューム4ぐらいかな、まあ、今日はちょっと3ぐらいで、はいはい。でですね、僕のギターはほとんど誰でも弾けるものなのですが、ハイブリッドレインボーはちょっとだけややこしいことをしております。まずライブではイントロダクションを僕のギターから始まります。これはコードは、G、そして C のメジャー7、D の6とで G といったこの、コード進行を回っていくわけですが、ちょっと変則的な押さえ方をしています。まずは、こういう音なんですが、5弦をミュートしてます。この人差し指で、6弦を押さえつつ5弦は軽く触れて音が鳴らないようになってて、こういう音を弾いてます。次にそのままこの人差し指が5弦に移った状態で C メジャー7になります。で D の6がこういう形ですね。でまた G と、これをまあ続けて弾くとあのハイブリッドレモンのイントロになるわけですね。ピーチャーのギター弾けないんだよな、ほら。よくあの、ね、ハイブリッド弾いてって友達言われて、こっちを弾いても全然喜ばれないそれじゃないって言われるんだけど、わかんない。そしてまあこのイントロはそのまま、A の A メロにそのまま行きます。ほとんど沈んでるみたいな無人島と行きます。で、B メロに移ります。B メロは、なぜか僕は、場所によって同じ C でも G でも押さえ方が変わったりします。 B メロの入り口は、ここのポジションを使って C を弾きます。次の G はここで、 A のこの2弦を解放したアド9ってやつを鳴らして E マイナーです。なぜか次の C はこっちのオープンの C になります。で、オープンの G になって D に行きます。やってみますね。はい、こんなんでいいんだよね。でサビですけど、まず C、 普通のオープンの C、 そして G、 A マイナー、で次のこの E のマイナーないんです。このこれは結構重要ですね。ただの E マイナーではちょっと決まりません。でまた C で G で D で次 C なんですが、このアド9という2弦の3フレットを入れた音を入れるとちょっと美しい感じで、 Can you feel Can you feel that hybrid rainbow 昨日まで選ばれなかった僕らでも明日を待ってる。ほとんどこれを繰り返しです。で感想は C と G ずっと2コードいくんですが、この場合もオープンで C のアド9で G の、その2弦の3フレットを押さえたようなオープンの G ですね。これを、真鍋くんがあのソロ弾いてる間にいかに激しくいくかというこれでもう大丈夫です。こんなもんかな。これが全部、全部だな、これで。
構だ、決め手はこれですね。最初の A メロイントロのこの変則的な押さえ方が決まればもうハイブリッドできたの、うん、当然で。ちなみにこの僕のイントロギターも真鍋くんは弾けません。じゃあ頑張ってみてください。